げたらポン、ほげほげたらたらほげたらピー、ポケポケ侍ヘラヘラ、トロトロ侍ヘラヘラ、ヘロヘロ侍ヘラヘラ、メロメロ侍ヘラヘラ。赤い夕日に照り映えて、燃える鎧に燃える馬、天下目指して突き進む。とぼけちゃいけねえ、知ってるぜ。お前らみんなほげたらだ、ほげほげたらたらほげたらポン。ほげほげたらたらほげたらぽん、ほげほげたらたらほげたらぴー、ぷにょぷにょほげたらへらへら、ほきゃほきゃほげたらへらへら、びょろびょろほげたらへらへら、へろへろほげたらへらへら。青く果てない空の下、茨の道を踏み越えて、ぼけちゃいけねえ、知ってるぜ。お前らみんなほげたらだ、ほげほげたらたらほげたらぽん。そうよ、オイラが来たからにはもう安心だぜ。大船に乗った気で任しなってお前たちもかわいそうにな、腹さえ空いてなきゃこんなバカなことも考えぬものを。ああ、見くびってもらって困るぜ。オイラこう見えても化け物退治の専門家なんだ。わかったわかった、化け物はわしら大人で何とかするから。あ、おそうじゃ、せっかく来てくれたんだからなんぞごちそうしよう。おい、さあさあこれを食べてこんろ。こいつはありがて、早速ごちそうになろう。化け物の方はどうすんだよ。こいつを食っちまってからでも遅くねえだろ。そうだそうだ、俺も、おいらも、俺も、ね、さすが長者さんのところだ。こんな食糧難の時にこんな饅頭があるんだから。こら、なんてもったいないことをするんじゃ。なんだこれ。草の根と木の皮とわらくずの饅頭だ。長者さんも俺たちも同じもん食ってんだな。あ
たり前じゃ。みんなが食いもんがないのに、わしだけうまいもんが食えるか。おじさん、話がわかるね。それにしちゃよく太ってるけど。え、いや、そりゃよく噛んで食べるからじゃ。さあさあ、食べ終わったらおとなしく帰った帰った。なんだか帝国が荒れちまったな。どうせ信用されねえんだ、勝手に忍び込もうぜ。そうだそうだ、そうだね。裏からもあれ見つからねえもんな。そりゃいいや。へっ、こんなこったろうと思った。こいつだな、化け物の出る蔵っていうのは。おめえら待ってな、今化け物を叩き殺してやっからな。大丈夫だか。化け物に食われても俺たち死んねえぞ。よし、こっから一つ入ってやるか。こんなことはドロロ様にとって朝飯前だ。あ、あるところにあるもんだな。出てこい化け物、隠れてねえで出てこい。いねえのか化け物、相手になりに来たんだぞ、出てこい。本当にいねえのか、後でバーなんてのはごめんだぜ。け、いねえじゃねえか、あいつら嘘ついたのかな。そうかの。そうよ。私は。逃げていくぞ。これでますます人が近づかなくなるじゃろ。この蔵のものは全部わしのもんじゃ。わしだけ贅沢ができるんじゃ。さて、そろそろ飯の支度でもするか。いつ来てもここは楽しいの。いやー、ここは天国じゃ。あー、いい匂いじゃ。さて、味はどうじゃな。いやー、こりゃたまらん。ここには何でもある。魚の干物、山の果物、野菜にお酒。うわー、あー、いい匂いじゃ。こりゃたまらん。村のバカ者どもに嗅がしてやりたいくらいじゃ。どうせ逃げてきちゃってしょうがないじゃないかよ。おめえ口の割にだらしねえんだな。いきなりバーッと出りゃ誰だってびっくりするだろう。あばよ、俺たちこれで行くよ。これ以上付き合ってると食い物探す時間はなくなるんだな。ちっ、勝手にしろい、勝手にしろい。チェ、みんな行っちまいやがった。こんな時兄貴がいてくれたらな。へい、こうなったら何が何でもおいら一人でやってやる。食った食った。ああ、出てこい化け物。今度こそお前をやっつけてやるぞ。化け物出てこい。はっ、こりゃうるさいやつにとっ捕まったぞ。はりゃ、なんだ。どうだ化け物め、ちょっとと蔵から出ねえと燻製にしちまうぞ。ちくしょう、しぶとい化け物だ。やめろやめろ。化け物めむせ返ってるぜ。それやめろやめろ、やめないと。黙りろ、つべこべやらず、とっとと蔵から出ねえと言いぶり殺しだぞ。
ちょっぴりつまみ食いしただけじゃ。うるせえ、どういうことになるかガン首洗って待ってろよ。ああ、おいおい待ってくれ。ああ言ってしまった、もうダメだ、身の破滅だ。そうだ、あの地下室の食べ物さえ始末すれば。誰だその中に入っているのは。ああ、さっきの小僧か、戻ってきてくれたのか。そうか、小僧じゃな。誰だ貴様は。長者がうまいもんを独り占めするために仕組んだ芝居だったんだ。もっと食い、ちゃんと食え。もう食えない、許してくれ。ダメだダメだ、もっと腹が膨れてマリンのようになるまで食え食え食え。ダメだ、何と言われてもこれ以上は。よし、食えるようにしてやる。やめてくれ。その鐘の音を聞くと一人でに手が飯を口の中に。もっと食い、ちゃんと食い。おお、なかなか良い具合に膨れたの。いい腹だ、お前の腹は住み心地が良さそうだ。住み心地ですって。その通り、お前の腹の中に住むんだ。さあ、へその中を開け、へそ開け。そんな、お許しを。それ、行くぞ。苦しいな。助けてくれ。思ったよりすみい腹だ。さあもう一度食い直せ。またですか。もうダメです。お前が貯めた食べ物だろう。みんな食うのがなぜ嫌だ。よーし。クイクイタントクイ。まったく住み心地のいい腹だ。うん、誰か来たな。こっちだ。やい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 や
けてくれ。やい、よくも俺たちを騙していたな。もうごまかされねえぞ。こいつの始末は後回しだ。先にこのごちそうをいただこうぜ。ああ、待て、食ってはいかん。この食べ物には化け物の毒気がかけられているんだ。わしの腹の中にその化け物が救っているんだ。この食べ物を食べるとわしのようになってしまうぞ。ここにある食べ物はみんな化け物の毒気がかかっているんじゃ。食っちゃいかん、絶対いかん。へん、分かってんだろ。そんなこと言ってまた独り占めするつもりだろう。そうだそうだ。いやいや、嘘じゃない。こればっかりは嘘じゃない。こんなに言ってもわからないなら、みんなここから出ていけ。この食べ物は絶対に食べさせないぞ。それがわしのせめてもの罪滅ぼしじゃ。うわあ、ふざけんじゃねえ。そうそう、騙されねえぞ。いやいや、こればっかりは本当なんじゃ。信じてくれ。へん、化け物の食い物かどうかおいらが試してやら。おいおい、よせ。はあ、おい、兄貴。長者の言う通りだ。みんな、この食い物に手を出すんじゃない。兄貴、騙されちゃいけない。こいつはいいから、その手の盆を上に投げろ。これを買え。早くしろ。分かったよ。何をする。腹の中の化け物を殺すためだ。お前も切るぜ。うわ、そんな、助けてくれ。切らないでくれ。お願いだ。これ、この通り頼む。化け物を腹から追い出さねえ限り、あんたは助からねえ。この縄をほどいてくれ。兄貴、あのへその絆創膏、一体何のまじないだい。あいつは化け物を封じ込める薬が塗ってあるんだ。だから滅多なことじゃ化け物は出られない。化け物は飯を食わなきゃ弱る。その弱ったところを切るんだ。死にそうだ。少しでもいいから食わしてくれ。食わしてくれ。食わしてくれ。兄貴、腹があんなにへっこんじまったぜ。ドロロ、俺がいいと言ったら絆創膏を外せ。よし、取れ。ガッテン。おお、うわあ、ああ、水も効き目がないとは。あの島だ。凄まじい陽気。よし、腕のことで気づかず罠にかかるところだったぜ。どこから現れるか面白くなってきた。しまった、沈んでいく。
なんだこれは。これが勝負だぞ。すごい陽気だ。腹が大きくてあんまり動けねえもんだから揚力で勝負してきたんだな。兄貴兄貴、用意ができたぜ。よし、そいつを亀の首根っこに突き入れるんだ。そりゃを流し込んでやる。やった。化け物の最後だ。亀のやつ、自分の正義だけ外へ泳がせて人間にとっついていたんだ。雨上がりってな、気持ちがいいぜ。目が痛え。兄貴、目だ。俺の目が両方開いたんだ。俺の目が、あいつが28匹目の妖怪だったんだ。夏だ、海だ、海水浴だってんで海に出かけたんだけど、兄貴と一緒じゃおちおち泳いでもいられねえ。なんせ兄貴には妖怪がつきまとってんだからな。出たぜ、海の中からすごい化け物が。大きさから言えば今までの妖怪の中じゃ一番だ。口を開けりゃあたりの家の 2,3 軒軽く飲み込んじまうっていう大きさだ。そいつはクジラの妖怪だろうって。まあそいつは見てのお楽しみ。じゃまた来週のドロロと百鬼丸で会おうぜ。バイ。ほげほげたらたらほげたらポン、ほげほげたらたらほげたらピー、ポケポケ侍へらへら、トロトロ侍へらへら、ヘロヘロ侍へらへら、メロメロ侍へらへら、赤い
ぼけちゃいけねえ知ってるぜ。お前らみんなほげたらだ、ほげほげたらたらほげたらポーン。ほげほげたらたらほげたらポン、ほげほげたらたらほげたらピー。ぷにょぷにょほげたらへらへら、ほきゃほきゃほげたらへらへら、びょろびょろほげたらへらへら、へろへろほげたらへらへら。青く果てない空の下、茨の道を踏み越えて、これも世のため、人のため。とぼけちゃいけねえ知ってるぜ。お前らみんなほげたらだ、ほげほげたらたらほげたらポーン。